go time 見よう行こうタイム見よう夜の7時は行こうタイム7イエーはい皆さんこんばんはイコールラブです滝脇翔子です。佐竹のんのです。野口由里です。では始めましょう。せーの、イコタイム。36回イコタイムをご覧いただきありがとうございます、はい、ありがとうございます。この配信は私たちイコールラブが明るく元気にトークやいろんな企画に挑戦する憩いの時間イコタイムです、はい、ショールームで最も愛される配信になることを目指しているので、たくさんコメントして配信に参加してくれたら嬉しいです。今日の進行は私佐竹のんのがお届けします。イエーイ。はい、では現在のランキングを確認していきましょう。はい、はい、ここで、はい、ああ、おー出た。おー、じゃあ5位、はい、高橋聖太さん、ありがとうございます。4位、浜おじさん、ありがとうございます。3位、サビアンさん、ありがとうございます。2位、わがらボーイさん、ありがとうございます。そして1位は、なおさん、なおさん、ありがとうございます。はい、次のページいきます。はいはい、皆さん、はい、では今からツイッターの連動を皆さんに、はい、よろしくしたいと思います。語彙力、画面下にあるツイッターマークをクリックして、うん、この配信の宣伝をツイッター上に拡散していただくと、はい、1回だけ無料の星ギフトがもらえるので、うん、ぜひ ご協力お願いします。お願いします。ちなみにこのツイッターマークがついてる人はツイッターで拡散してくれた人です。あら、いますか。え、たくさんいますね。ありがとうございます。じゃあ名前を言ってってください。ね、ナーチンさん、ビビノーさん、めっちゃアップ、ベルボーさんと屋根の上のギター弾きさんとか、レンちゃんもいるよ。どこどこ、ほら、あ、本当だ本当だ、スタンゴいますね。サビアンさんとかトロリンさんもしてますね。ありがとうございます。全員、ここを見てる、このアバター全員がもうツイッターマークにならないと私は激おこぷんぷん丸なので、はい、お願いします。家まで行っちゃうって家まで行っちゃいます嬉しいからやらなくてではここで拡散タイム。この配信を一人でも多くの人に見てもらうために今からツイッターで告知ツイートをするので、うん、ツイートをぜひお願いします。お願いします。お願いします。では写真を撮ります。はい、何する今日何の日？今日はあ、リップだから。リップ、はい、ありがとうございます。恥ずかしくない？恥ずかしい、恥ずかしい。はい、それでは歌わなくて、何何自分の顔が歌ってみたくない私見てなかった、決め顔してた。ではそれでは、はい、今日の企画に行く前に、はい、まず前回のメンバーから私たちへのお願いを聞くお願いタイムをやりたいと思います。はい、では皆さん、見ている皆さん、前回のメンバーからのお願いは何ですか。何ですか。コメントしてください。何だったかな、何だったかな。いおりちゃん、いおりん、やっぱあれだよね、前回、前々回がうちら一緒で、そう、一緒だった。そうだったの。ガキ大将とかすごい無茶ぶりをみんなにした記憶がある。そうそうそう、から今回どんなのが来て、ちょっと怖いね、仕返されるかわかんない、かも、ね、そなたって呼ぶんだって、ずっと浜おじさん、浜おじさん、そうだった、オールそうだった。この二人だけってことでいい。うん、そうだ ね、 うだね、この今いる人に、ね、終わるまで、かんなな終わるまで、やばく、え、終わるまでって今までなくない？ない、なんか特別じゃない、いつも、ね、ダメだよ、どうする、名前呼んだら、でも絶対、あ、名前呼んだらデコピン、デコピンも大事なんだ。いや、イオリの受けたくないな。イオリだぞ、練習しなくていいね。はい、では今日は番組中ずっとメンバーをソナタと呼ぶ、はい、ソナタで、間違えたらデコピン。うん、ではそのお願いをこれからやっていきますよ。ジャイミンが決めました。え、聞いて、ジャイミンよかったわね。この3人のショールームが終わった時にサナツンからそのジャイミンって言ってるから LINE が送られてきて、もう初め何言ってるのか分かんなくて、シャイニーって聞こえて、え、シャイニーって言ったらジャイミンだよって言われて、しかもさ、エンドレスジャイミンです。エンドレスジャイミン、ジャイミン、ジャイミンって言ってたじゃん、それ。いや、分かった。
かったよね。すごい面白かった。はい、では、うん、それをね、今日はやっていくので、皆さんお願いします。はい、お願いします。ということで、以上。あ、そうだ、ここから。ここからか。わかった。グッドがちょっと。ロンちゃん。翔子。いおり。いおり。何の翔子。よし、これでもう、はい。あ、自分のこといおりさんっていうのもダメじゃあ。それはいい、自分はいい、自分はいいです。あ、そうだね。そうだ。わかった。いける。はい、私たちならいけるよ。では、そなた。続いては、この企画。はい。お話タイム。じゃあここからそなた呼びスタートそなただです。この時間は最近の出来事をみんなでお話しする時間です。はい、最近何があった？最近はでも一番最近だと定期公演が、そうだね、久々の定期公演でしたね。懐かしいじゃん。どうだった？不定期公演あの日さ、うん、めっちゃイオリがさ、おでこさん面白かったよね。言われた人でいいの？2人から。え、おっと、怖いな。だって手加減してね。え、おでこ、じゃあおでこ出してよ。いやだ、だそれお願い。ここから隙間で行くよ。やっ、やばい。そうでもない。かったの。嘘嘘、やだ。え、なんか、なんていうの、なんかデコピンっていうか、なんかもうこうやられた感じ。刺されたないかね。刺さってやられた感じ。本当に。え、待って、言っちゃうね。恥ずかしい、気づかなかったし、ね、待って、一回ソナタって言わせて。ソナタ、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 ソナタって言ったよ。ソナタって言ったよ。ソナタ、ソナタね。はい、はい、なんだっけ、何だっけ、はい、ああ、正規公演、正規公演で、ね、ソナタが、ソナタが、ソナタがソナタが、ソナタの前髪が、前髪がいっちゃって、そう、わらわの前髪がすごくてもうね、後ろ向いて目合った時にもうすごい、こんな腰上げてショコに、そう、終わった後にあれ、前髪かけ上げてたの。あっ、あっ、ソナタ、ソナタ、じゃあ、はい、デコピン、えい、優しいやった、優しかった今、そよ風、そうだよ。え、こうやって練習しとく、練習、全然痛くなかったよ、痛い、痛い、全然痛くなかった。待って、これ難しいんで、ね、言っちゃう、名前言っちゃう、頑張ろう。それでそなたに何て言われたの？そなたに、あの、前髪かき上げてたりしてたけど、あれ何、カッコつけてるのってなんか、何回もやってたからなんか、その、見てない人のために何回もやってんのかと思って。かき上げをね、もう本当におでこが荒すぎてから、うんうん、もうだから、かき上げの方がネタにしてしまおうと思って、いい方にね、そうそう、遊んでた。で、その後帰ってくる時に、あの、上着、そうそうそう、この上着がもう出てて、肩が出てて、もう、すごい今日いけてると思ってで、それも、うん、落ちるようになっちゃったの、ここ緩くしてたから。あ、そういうことね、上げやすくしてもらったんだね。そうそうそう、手をいろんなのが重なっちゃったね。めっちゃ笑いそうになったもん。でも私久しぶりになったからさ、いろいろ結構振りとかも間違えたり、うん、なんかした、なんかすごいテンパったね。ね、テンパった、うん、曲数がね、すごく多かったから、ね、多かったしね。でも楽しかった、うん、久しぶり。ああいう時間って定期的に必要だね。だって、だから定期公演だから。そうだ、8月5日発表されました。さっき発表されたんだ。じゃあ皆さん応募してください。待ってますよ。来てくれた人いますか今？お、この間の定期公演、うん、なんかなかなか当たんないっていうね。あ、かき上げよりかっこよかったよ。あの、配信で見てくれてた方もね、うん、多分いるから。うれち、当たらんやん当たんない。ウォンチューでミスってたの可愛かったよ。本当に嫌だ。ミスったの？ミスったんだ。そう、何したの？なんだっけ、3列になる瞬間じゃ、2番のさあの時に場所間違えちゃって、リサ子とすごい目があって、リサ子がすごい心配そうな顔で出てくるから、ここでやってんの？で、私もお互いもうなんかホテが止まるあるあるだね。でも私たちもさ、あの、位置が逆になった、ね、そう、位置が逆だった。1列になる時に入れなくて、フッて入ったら違うところに入ってた。私が前で、ね、私、ショコの歯あー
そうか、りさこはいいのか言って。そうね、イラつく。イラつく。えい。さっきより痛かったけど。さっきより痛かったけど、あの、さっきより痛かった。イオリの方が痛かったけど。あ、私が、ショコが私に来た。私が、あの横浜で走るマラソンをします。すごい横浜大川さんのメディアランナーとして走ります、うん、すごいすごいよ。そう、そう 3回なんかこう走る時間があるんだけど、うん、1回目と3回目なので、うん、あ、2じゃないんだね。そうなので、申し込めるので、まだ一緒に走りましょう。いいじゃん、スペイベスペイベ。あ、ぜひ言ったね。よくないよ、そのノリで言うのよくないよ。あの、心は走るわ。そうだね、心は走ってるわ。心はいつも一緒ね。いい、死みたい。でもさ、練習とかしてんの？した、靴買ったの。え、見たい。そう、見たい。なんかユニフォームが、みんなお揃いのユニフォームなんだけど、そのユニフォームが青色だから、青色の入った靴と合わせたんだ。そう、よく服着る服がピンクだから、青とピンクの入った靴買った。いいじゃん。そう、え、楽しみ。え、どんな感じになるの？なんかさ、前さ、そなたがさ、あの横浜のさ、マラソンの時にさ、あの友達から LINE が来て、え、そなたすごくないみたいな。あ、私もだよ。本当？あの、お父さんとかからも、うん、なんか、そなた嬉しい。あの、妹もそなたすごいって。嬉しい。みんなから来て、うん、そなたすごいねって。やった、すごいね。頑張ります。頑張って頑張る。まあ、楽しむのがね、一番だから、ね。うん、そうだね。そうよ。はい、みんな来てください。待ってますよ。あとは、最近のユーザーさんのお話。あ、何かありましたか？あ、イコラブカラーじゃん。確かに、確かに水色と、そうだね、ピンク、かわいい。そなたに慣れてきたな。もうね、もう話止まっちゃうしね。そうそうそう、結構頭良くなって今日ずっと寝てた。あら、わかる、わかる。疲れかな。空鉄、あ、あら、そうだ、そなたが、そなたが空鉄をやってきて、はなちゃんと一緒に最後はね、帽子をかぶって、マリオの帽子をかぶって。あ、私もかぶったよ。え、嘘。お前、それでありがとうございました、プーンって飲んでた。行きたかった。すごい楽しかったです。ピンターパンだったからさ。あ、ね、うん、好きよね、うん、ツイートしてたね。見てたの？うん。なんで今うん、うん、そう、ピンターパンがね、あれだったから行きたかったんだけどね。さすがに行ったら、まあダメかなと。うん、そうだよね、思ってね。楽しみだな、私も。そうだね、次わかんない、まだまだわかんないから、うん、楽しみ楽しみ。次は誰でしょうな。誰だろう。あ、半分、あっとじゃない。あ、そうだ、そうなんです。しかも横浜アリーナ。おお、超嬉しい。しようかなって言った。行くぜなんかどんどん強くなってきてない？慣れてきた。やったやったのもおかしいけど。いや、やだ。もう翔子って言った。あー、イエーイ。ねえ、めっちゃ名前で呼んでみて。えい、そういう風、そういう風、よかった。まあ、ハットジャムね。なんかもう話すのが怖いんだけど。もう何？どうする？あ、でも私はすごいアットジャムが早く来てほしくて。ああ、いろんなアイドルさんがね、出るから、ね、早く会いたいなって。今日その話してたもんね、3人で。そう、さっき楽屋で。7分の22さんの岡地千春さんと会えるのが楽しみ。いいな、そういう。 LINE しました、昨日。会えますね、会いましょうねって。いいね。私もさ、でもさ、かぶんない。そうね、2日間あるからね。そう、かぶんなくて会えないかったりするけど、ね。コラボは25日です。25、25、
来てください。お待ちしてます。待ってます。あとはあとはあとはなんだろうな、もうここら辺でいいですかね。いいですかね。もうでは終了、お話タイム以上、お話タイムのコーナーでした。ありがとうございます。グダグダかよってね。じゃあ喋、ね、れなくなっちゃう。次は本題です、うん、あ、はい、今日このメインの曲、はい、こちらダダン、デデン、顔芸タイム。はい、ルールは簡単です、うん、今からメンバー1人ずつカメラの前で顔だけ演技をします。他の2人がユーザーさんのコメントで募集したシチュエーションを言っていくので、演技する人はいちいちそれに合わせた顔をしてください。例えばそのタピオカミルクティー私にちょうだいの顔は、おー、かわいいね。笑ってしまう。こんな感じでシチュエーションは細かくて OK なので、うん、皆さんぜひコメントしてください、はい、制限時間は1人3分、1本の音が鳴ったら次のシチュエーションに行きます。おお、ということで順番を決めたいと思います。大丈夫か。じゃんけんする。じゃんけんする。はい、勝った。負けた順。最初負けじゃんけんっぽい。からはい、え、これはコメント拾うんだもんね。そうだね。あ、そうです、うちらが拾うんだ。じゃあ皆さんコメントお願いします。お願いします。では、よい、そなたの顔芸タイムスタート。何すかな。どれがいい、彼氏に甘える顔。お、かわいい。あ、そうだ、私、そう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 、隠すだ隠すだ、そうだそうそうだ。しなきゃいけない。じゃあ呼ぶね、うん、赤点だけど気にしないぜの顔。あー、いいよ。走りたいの顔。あ、かわいい。いいよ。サイコパスな顔。あこれサイコパスな。リサちゃんと一緒にいる時の顔。かわいい。チョコリソ。おねだりする時の顔。お、かわいい。綺麗な夕日を見た時の顔。そうなんだ。そういうこと。デートに遅れてきた彼氏への顔。おお、遅れちゃうよまた。え、どうしようかな。いおりさんが寒いギャグ言った時の顔。どうしよう。遅刻しそうな時の顔。かわいい。なんか赤ちゃんっぽくね。赤ちゃんね。トーマスミリナの顔。ちょっと待って。どうしたらいいかな。のんのの今のしょこりさはありな。あ、違う、全然違うわ。全然違う。ちょっと待って。どれがいい、どれがいい。あ、待って、今さ、のんのって言ったよね。あ、コメントだからやった。りさちゃんとタピオカ飲んでる時の顔。あ、かわいい。はい、よりさん好きの顔。一瞬びっくりしたよ。パニタッタ、え、なんだ、センブリ茶飲んだ時の顔。ジャイニンの顔。わかんない。どのような状況でしょうかの顔。足の裏がかゆい時の顔。かゆいんだね。のんのに一目惚れした時の顔。あ、運命感じるわ。私も一目惚れ。あ、蚊に刺された時の顔。かゆそう。そんな顔して刺されてんのね。あ、料理がうまくできた時の顔。あ、かわいい。え、今のめっちゃ好き。アンナに身長抜かされた時の顔。リアルリアル。足つぼされた時の顔。ああすごい。足つった時の顔。なんか足ネタ。足ネタ多くない。足ネタ多い。優勝した時の顔。ああ、カバディカバディカバディの顔。それカバ
バディ。カバディわかんない。カバディって何？カバディ、カバディ。何それ？え、知らんの？知らない。嘘。じゃあ朝起きたらのんのになってた時の顔。髪の毛見てんな。あ、終わり。結構長くない？長いね。しんどい、どうしよう。どうしよう。え、でもめちゃめちゃ良かった。良かった、うん、ちゃんと的確な顔してた。本当上手。やった、うまい。いや、怖い。私これやったら惹かれる自信しかなくて。惹かれないよ。怖いんだけど。全部変顔にしちゃう。変顔になっちゃう。私顔隠す係するから、ね、あ、どの顔が良かった？え、誰が良かった？私驚いてる顔が好き。何？あ、すごくない？めっちゃ。しかも私の名前結構言うよね。うん、いくぜ。はいはい。私あれ好きだったよ、料理が上手にできた時の顔。可愛かった。ふーんって顔が可愛かった。あとあれ、彼氏が遅刻した時の顔。あ、可愛かった。なんか怒ってるみたいな。あれじゃ遅刻しちゃうよマジで。逆にもっと遅刻しちゃうよ。もっと見たいじゃん。もっとそのうちこうなっちゃうかな。そのうちね、手も出るね。手も出ちゃう。じゃあ次行く。はい、行きますか。じゃあそなたね。そなた行きます。私がやった方がいいのかな。いや、いいよ。どっちも隠す係なの。いいよ。いい、いいの。いいよ。じゃあ、怖い。隠れてるよね。うん。あ、2番。確かに。それでは、よーい、スタート。笑っちゃう。送って送って。あ、遅刻どころか行かなすぎて迎えに来てもらいたい顔。おお、かわいい。朝彼氏を起こす顔。待って、こうするわ。バランスボールに乗ってる時の顔。チョコどこの顔。いいよ。そのココア一口ちょうだいの顔。あー、かわいい。かんないよ。ホームラン打った時の顔。いいよ。いい。うまい。バナナの皮で滑った瞬間の顔。うまいね。ちょっと待って、表情力。ダンス間違えた時の顔。おお、うまい。おいしいの顔。おお、豊か。いや、絶対今5分だった。ノンノが好きって言ってきた時の顔。それ確かにリアル。めちゃくちゃリアル。赤点取った時の顔。うまいね。ほくろが1個増えた時の顔。うまい。いい顔っていっぱい来てる。嘘、嬉しい。ダジャレ言った時のドヤ顔。あ、確かに。にやけちゃうの、にやけちゃうの。朝起きた男の子になってた時の顔。確かに男って感じ。刃抜けた時の顔。かわいそう、刃。アニメイトナウの顔。おー、ぽいね。リアルだね。証明写真の顔。そんな顔してる。だけに焼きすぎじゃない。笑っちゃう、笑っちゃう。幸せの時の顔。あー、かわいい。ビンタされた時の顔。怒った。めっちゃあるじゃん。なあちゃんが目の前で転んだ時の顔。かわいいね。ぶりっこな顔。お、かわいい。かわいい。キアラちゃんと結婚する時の顔。キアラちゃんと結婚。あ、もういないんだった。3、2、1。ココアを飲んだ時の顔。すごい。え、結構豊かじゃない？すごい、豊か。豊かだよ。めちゃめちゃ豊か。めちゃくちゃ豊か。本当に豊かだった。よかった。私はあれが好き。ホームランを打った時の顔がめちゃめちゃ好きだった。ああ、え、よくない？うまくない？私証明写真がちょっと似合ってて。じわるよね。もう我慢できなくて、にやけちゃうの顔がどんどん。上手って。え、よかった。
だった。顔面が女優だって、まあ、うん、なんかすごい豊かだった。本当に、うん、ありがとうございます。すごいです。わかりみだって嬉しい。よかった。かわいい。楽しい。これね、うん、私苦手だよ、そういう系。じゃあのりこさん、いいじゃん、誰がやってくれる。じゃあ私が隠そう。あ、じゃあやってくれる。探します。じゃん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 、はい、それではよーいスタート。ちょっと待ってくださいね。のりこさんです。のりこさん、めちゃめちゃ顔光ってんだけど。アンパンマンだ。いおりが家に来た時の顔。いおりばっかだ。ネイルしてもらった時の顔。ネイルしてもらった時の顔。狂気。どっちどっち。狂気だ。狂気の沙汰。遅刻した時の顔。遠い。なんか今日寒くないの顔。のんののんののん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 の顔。え、そういう。何それ。本当に本当に。ケツバットされた時の顔。すごい。こいつ、こいつ。タンスの角に小指ぶつけた時の顔。おお、かわいい。タピオカ飲んだ時の顔。え、なんでそんな顔する。あんま好きじゃない。あ、そうなの。いおりにドタキャンされた時の顔。じゃあトーマス・エミリー。え、なんだ、なんだっけ。面白い、面白い。隠れも文字みたいなね。悪いやつなんだね。花火を見た時の顔。まあまあ、いおりと入れ替わった時の顔。バカ野郎。、宝くじ当たった時の顔。かわいい。アイドルに遭遇した時の顔。頭おかしい。頭おかしい。悪い。夜中にミネストローネ作ってる時の顔。ナータン産んだ時の顔。これだけって難しいね。うん、ズボン履いてなかった時の顔。どういうこと。会ってほしいわ。カツオを追いかけるサザエさんの顔。ねえ、早く訳して。盛大に笑った顔。なになに。盛大に笑った顔。な、キャータン大好きの顔。キャータン大好き。うん。ハンバーガー食べる時の顔。すごい。本当。本当。いおりを感じた顔。え？いおりを感じた顔。怖っ。っいおり系多すぎだから。めっちゃサザエさんのやつ一番好きだ。何したっけ。サザエさんがカツオを追いかける時の顔だった。あー、はい、疲れました。面白い。疲れるね。うん、汗かいてきたもん。でも面白い。では楽しかった。3人終わりました、はい、うん、ということで次時間余ったので、うん、はい、お題を1個決めて3人同時でやるっていうのを。なるほど、はい、やっていきたいと思うんですけど、はい、誰がお題を決めますか。適当に普通に見て、はい、3人でこれやろうみたいな。おー、何がいいかな。どうする。はい、誰か言ってください。じゃあ言ってくれないんだったらもういい。もういい。もうやらない。もういい。伊藤さんがコーヒー飲んでる時の顔。え、そこ伊藤さんの真似をするの、それとも伊藤さんがコーヒー飲んでる時の顔を見てる私たちの顔をするの。ああ。私は伊藤さんの顔だと思う。伊藤さんの顔だと思う。え、でもどんな顔する。じゃあ、あ、じゃあ、あす
きな人に告白する顔。嘘、知らない、わかんない、わかんないね、難しいです。おー、はい、え、なんだろう。では、はい、よーい、スタート。あ、今君は誰に告白するんだい？気持ち悪っ。気持ち悪っ。リアルだったの、本当に。本当に、うん、リアルだったの。最近あのゲーム攻略してるキャラクターを思い出した。あれね、うん、あれあれあれ教えてあれな。では次いきますか。はいよ。ステージで観客ゼロだった時の顔。難しいね。怖い、そんな、どうしよう。まあ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 、じゃあ行きますか、はい、3、2、1、どうぞ。なんか私がなんかあのオーバーチュアで出たらゼロだったけど、ちょっと笑顔を作ってる。作ってる。私はとりあえず違うところを見てた。あ、私完全に驚いてる。めっちゃ驚いてた。出てくじゃん、こうやってオーバーチュアで、うん、で、うまい。本当にうまいね。本当にうまいね。本当に、うん、芸人なれるかな。なれるよ。顔芸人、顔芸人。絶対なれる。芸人なれるかな。やった。うまい。でも何のリアルだって。嘘。本当？では続いての、うん、ラスト、一番自信ある顔。私がってこと？あ、私あるわ、自信ある顔。私どういう顔？私わかんない。何？自信ある顔。では行きます。3、2、1、どうぞ。わかんない。あ、いい、いい、いいよ。感謝の顔。感謝ね。私は一番変顔でこれが自信あんの。それなんか楽屋でもやってたね。本当に誰よりも上手い自信あるゴリラ。ゴリラ。やって。あ、うまーい。でもなんかやり慣れてる感すごいね。
ました。お、うん、みんなかけた？かけました。あ、私もかけた。かけた。じゃあこうやって、はい、いきますか。そら、じゃあ私からいきます。はい、はい、あ、今渡したよ。でもセーフですか？セーフですか？なんか、いいよいいよ、いいよ。ハンデコピー。じゃあハンデコピーめっちゃそよ風じゃん。そよ風だでは、そなたの回答まで3、2、1、どうぞ。歯並び良くない？私たち。おお。でもさ、いいね。結構歯並びいいなって思うから、確かにモテる秘訣だと思います。おお、疲れる秘訣。いいね。イエーイ。次誰？私。うん、うん、ではいきます。うん、ごかるたの歯。走っている時のチョコの滴る汗飲みたい。ねえねえねえ、会場だお前、出てけレッドカード。レッドカードだマジで。でも愛されるよ。まあ確かに飲まないで4位とかならいいんだけど、飲みたいまで行っちゃうとね、ガチくなさね。飲まないでなんか初めてこういうのされた。なんかいつもなんかさ、キララとかに産みたいとか言ったらさ、産んでとか言われてくるのよ。なんかおせりでもおせりでもでも言ってくれたから飲まないで、ね、飲まないでじゃあ次、そなたいきますね。そなた、はい、どうぞ。ハッピーが一番だよね。あー、せやねん、せやねん。確かにせやねん、せやねん。それはそう。え、いいね、なんか平和、うん、いいの。一番だよ、ハッピーが。そなたらしいね。そなたらしいな。みんなそなたらしい。そうだね。確かに個性あふれる。そうだね。これこそ、そうだね。これこそイコールラブ。そうだね。体現してる。そうだね。では番号を持ちますか。あ、はい。1番から3。あ、ありがとうございます。では。なんか薄い。なんか弱そう。弱そうな。1、はい、2、3。では。何やってんの。この位置を体現してる。顔で表す。顔で表す。では、はい、投票スタート。リンリン。誰がいいですか。飲みたい。ハッピーが1番1番って言いながら3番持ってる。歯並び良いよ、私たち。良いかな。まあ良いか、うん、でも刃って歯並びいいよ。見せて。あー、ある。楽屋の光景。あるよ、あります。楽屋の光景ないよね。はい。でもさ、なんかチョークのいけーぺーん。イエーイ。チョークって言っちゃう。あ、今のは違う。今のは違う。オーケー。あ、4、3、2、1、終了。何番ですか？3番。やった。ハッピーが、え、選んでよこれ。選んでよやった。結構僅差だったね。うん、意外と。ハッピーが1番。それはそうだ、ハッピーが1番。ハッピーが1番ということで、うん、じゃあアンコール。はい、あのささやきで。じゃあ1番持つね。ここにささやきでお願いします。 あ、なんか落ちた。行けます。あれ ASMR だよ。ハッピーが一番だよね。うわ、いいよ。あ、これあ、やっときますね。あ、これをささやきで。そうですね、確かにこれはやっとかないと。うん、走ってる時のチョコの滴る汗飲みたい。ちょっとセクシーに言ってました。これはちょっと皆さん嬉しいだろうと思います。いい、ね、では以上、うん、エコカルタのコーナーでした。イエーイ。いいね、いいね。こんな楽しいお時間でしたが、うん、もうエンディングのお時間となります、はい、あっという間。エコタイム第36回、皆さん36回目も見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。では今日の感想を一人ずつ、一人ずつではなくてもいいですけど言ってください。どうぞ。はい、はい、すごく楽しかったです。これからも
よろしくお願いします。イコラブあるある、あるあるある。でも本当になんか、うん、楽しかったね。なんかすごいなんかはっちゃけた気がする、うん、あの顔芸で。確かに、あんまりやらないかも顔芸は。やんないね、うん、確かになんかね、やるイメージないよね。そうだったわ、あんまりね。そうだったわ、やんない感じがする。前回これやってるのをね、アンナと一緒に見てたから、うん、私も見てた。私も見てたよ。だからちょっとやれて嬉しかった。うん、楽しかった。なんかテレビで見てたものをやる。そうやる。そう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 、わかる、その気持ち。この感覚好き好き、うん、他にユーザーの皆さんは何かありますか。どうでしたか今日の。したか今日のどうでしたかっていうのなんかあれだけど。楽しかった。おやったー。もう終わりなんですよ。今来たよ。もうあれ終わりなんだ。面白かったよ。よかった。トマト好き好きだよ。好き。一番好き。わちゃわちゃしてて好き。よかった。よかった。たくさん笑ったよ。イエーイ。こあ、では告知を。はい、はい、じゃあどこに書かれてるだろうか。はい、そなたから。そなたからいきます。お願いします。はい、まず7月26日六本木アイドルフェスティバル、楽しみ楽しみ。そして8月2、3、4は東京アイドルフェスティバル、やったー。そして8月10日はサマーステーションステーション音楽ライブ。そして8月17日は日比谷野外、日比谷イコラブノイミー合同イベ。そして9月12日はイコラブデビュー2周年コンサート、合同コンサート、合同コンサートです。はい、はい、そして9月12日はイコラブデビュー日中2周年イベントになります。かわいい。そして、はいはい、8月15日は横浜アリーナでアットジャムエキスポ2019に出演させていただきます。はい、皆さん夏一緒に盛り上がりましょう。お願いします。なんかそなたが、うん、そなたがこの絵と描いたんだけど、はい、そなたが描いたように見せかけるためにここにスキメちゃんを描いた。かわいいスキメちゃん。合ってるこれ。合ってるけどすごい左脳と右脳の大きさ違う。最初ハートにだけにしてたんだけど、うん、あ、ちょっとより描いたよ。あ、はぁーやったー。ちょっとさ、いいなって思ってたの。そこがすごいノートにずっと、ね、あいい、いい、いい。じゃあさ、先にやって。はい、どーん。待って、渾身のデコピンかます。はい、わかった。ハウが可愛すぎて。ね、ごめんね。もう一生やらないから許して。ピエール、いいよ。ピエールじゃん。はい、はい、では、そう、はい。あ、待って、はい。はいって。はい、そなたがね、書いてるんですよ。そうですね。はい。ということで、皆さんぜひ、うん、あの、夏はね、たくさんイベントがあるので、遊びに来てくれたら嬉しいです。はい、待ってます。待ってます。では、今回の最終ランキングトップ5を確認していきます。はい、5位、アッキーさん。アッキーさん、ありがとうございます。4位、ハマおじさん。ハマおじさん、ありがとうございます。3位、サビアさん。サビアさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、わがらボーイさん。わがらボーイさん、ありがとうございます。そして第1位は、なおさん。なおさん、ありがとうございます。はい、はい、今日もね、皆さんたくさん見てくれて嬉しかったですね。はい、ありがとうございます。というわけで、今週のイコタイムは終わりです。続いて大切なお知らせです。イコタイムは毎週火曜夜7時から配信中です。はい、次回の配信を見逃さないためにも、画面右上のハートマークを押してお気に入り登録をお願いします。お願いします。メンバー全員個人配信もやっているので、そちらもぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。では次回の出演メンバーを決めるくじ引きをやりたいと思います。はい、では、あ、あ、なんだ。じゃあ私から引くね。はい、来た、来た、イエー。じゃあ、はい、モロハンスタナ、じゃんじゃん。タナ見てる？私が引いたよ。タナ見てる？ヤマジン、行きます。ヤマジン、ヤマジン、じゃん、落とし針さん。あ、私が引いたよ。あ、ちょっと待った。次行きます。あ、高松瞳、瞳見てる、引いたよ。瞳、あれやんなきゃ、ジャイミンやんなきゃ、ジャイミン、ジャイミン。
ションがみんなね、はい、やってますね。はい、ということで来週はこの3人でお送りします。はい、お願いします。どんな感じになるかな。え、なんだろうね。でも騒がしそうじゃない。前回さ、この2人じゃなかった。だそうだ、ね、騒がしくなるよ。いいよこれ、いい感じ。バランスいいですね。ね、うん、いい感じだね。じゃあ楽しみ楽しみ。というわけで、最後にね、お願いタイムを決めたいと思います。イエーイ、この3人、はい、次回配信メンバーがこれをやったら愛されるということを私たちが考えてやってもらうようにお願いをします。はい、次回メンバーへのお願いを皆さんコメントで一緒に決めてください。お願いします。何がいいかな。でも難しいよね。番組中ずっとって。でも楽しくない？楽しかった。常にね、それを抱えてるから。そういう系がいい。ね、ずっとってやりたい。ずっと系いいな。ずっとが期待しよう。どういうことが期待しようって。おいダメちゃん。うまっ。おいダメちゃん。待って、おいダメちゃん。もう一回やって。おいダメちゃん。誰やねん。どうして。あ、英語禁止。英語禁止いいね。すごい、すごい。じゃあ、ずっと英語禁止、うん、配信中は英語禁止、うん、ショールームもダメってこと。ショールームダメ。そうだ。え、イコールラブは英語。あ、イコールラブはあり。イコールラブとショールームはいいんじゃない。そうだね、イコールラブとショールームとかはあり。あり、あり。だけど以外はなんかストロベリーみたいなのいいことだね。いきなり言われても困る。いきなりストロベリー。アイス食べたよとかね。あ、それはダメ。え、でもアイスって分かんないよね。氷？冷たい、冷たい生クリーム状の固まった生クリームもダメなんじゃない。あ、クリーム難しいね。このお願いを次回の放送の時にみんなに伝えてください。お願いします。頼んだぞ、頼んだぞ。はい、それでは、はい、今週のエコタイムこれにて終わりになります。では行きますよ、行っちゃいますよ。以上、イコールラブの佐竹のんのと滝脇翔子と野口よりでした。